上昇はしない。剣持たないと世界の公約者憲法が決定されました。しかし今不要的税権の行使ご任をつけ憲法改正に推し進め戦中の社員に横乗りしようとしています。今政府が決めようとしている戦争につながる安保法案は役所をはじめ平和に合う多くの人々は積み上げてきた核兵器廃棄の運動思いを根底から覆そうとするものです。許すことはできません。ただいま流しましたのは昨日がちょうど長崎に原爆が投下されてから70年目にあたる長崎における平和記念式典で被爆者を代表して挨拶をした谷口さんの言葉を流しました。核兵器が二度と使われないように、そしてまたこの世界中から核兵器がなくなることを全ての人が願っていることだというふうに思います。過日1953年に作られました広島という映画がこの松本市内で上映がされました。一つ記憶に残っていることは広島に核兵器が落ちたことについて科学者の皆さんはこれは新型の原子爆弾が落ちたんだということを公表すべきだというふうに主張しますけれども、しかし軍部がそんな新しい機械爆弾が落とされたということを公表すれば日本の戦争における士気が落ちるので公表すべきではない、まあ、こういうやり取りがあった場面が記憶に鮮明に残っています。それは今安保法案についての議論で大方の憲法学者の皆さんが集団的自衛権の行使やあるいは後方支援ということが憲法に違反をしているというふうに表明をしています。しかし政治家の一部は憲法学者が日本の平和を守ってきたわけではないというように、まあ、いう姿を見て本当にこの国のありようというものがその当時の軍部の独裁と重なって、見えるわけであります。憲法違反であるという論拠を改めてご説明をしておきたいというふうに思いますけれども、これまで日本の憲法解釈は個別的自衛権、急迫不正な攻撃があったときにのみ武力行使、反撃をすることができる、これは当然の一つの国に与えられた権利として執行ができる、その実力組織が自衛隊であるというふうに戦後の国会の議論やさまざまな解釈いろいろありましたけれども、最終的にはそういった見解にたどり着いてきたわけであります。で、今回出されている法案の中の中心的な課題であるのは存立危機事態であれば集団的自衛権の行使ができるという新たな概念が昨年の7月1日に閣議決定をされ、そして今出されている法律の中に書かれているということであります。で、集団的自衛権の行使ということは日本が
直接攻撃をされていなくても、日本が直接攻撃を受けていなくても、友好国であるアメリカが攻撃を受けた場合に、一緒に反撃をする戦争に参加をするということ以外の解釈はありえません。安倍総理大臣が出してきている今度の法案にあるいわゆる存立危機事態という事態であったとしても、その場合には日本は直接攻撃が受けていない、アメリカと他国との間で戦争が行われている、この場合において先制攻撃も辞さないというような安倍総理大臣の発言や、あるいはホルムズ海峡での機雷の掃海活動など、存立危機事態の概念が極めて曖昧であって、そしてそれは最終的に総理大臣が総合的に内閣が判断をする、総合的な判断によって存立危機事態ということを判断するということですから、何ら縛りがかかっていません。極めてこの集団的自衛権の行使という問題は、どんなに限定的な条件をつけたとしても、やっぱりこれは憲法違反以外には考えられない、そういう法理であります。で、もう一つ後方支援という問題も憲法違反であるというふうに憲法学者の皆さんが言っているわけであります。周辺事態法を改正して重要影響事態法が作られます。新たな法律が作られた中で、これまでは特別措置法として対応してきたものを国際平和支援法という新しい法律を作りました。この重要影響事態法とそして国際平和支援法の中で問題になるのは2つです。1つはこれまで非戦闘地域での後方民生支援、例えばイラクでの給水活動などが行われてきたわけでありますけれども、この非戦闘地域という概念ではなくて、現に戦闘が行われていない場所での後方支援というふうに概念が変わりました。今回の概念は現に戦闘が行われていない場所での後方支援ということになりましたから、極めて戦闘が行われている場所に近くなったという地理的な制約が緩くなったという問題が一つ、それから二つ目には質的に後方支援の中身が変わりました。それは核兵器も含めて要請があれば輸送ができる、法律上ではこの概念を除外していない、概念としてこの法律は核兵器の輸送も除外をしていないということが中谷防衛大臣の答弁であったわけであります。で、安倍総理大臣は核非核三原則を持つ日本であるので核兵器を輸送することは頼まれてもそれはやらないんだというふうに言ってましたけれども、であるならば当然法律の中に我が国は核兵器の輸送はしないということを明記すべきであります。しかし弾薬の提供やあるいは燃料の補給ができることになっています。つまりこれをどう考えてみてもですね、武力行使と一体化したものだとしか言いようがないわけであります。これ地域的な現に戦争が行われているか行われていないかということを基準にするのではなくて、日本国憲法第9条の第1項、国際紛争を解決するためには武力行使はしない、こういう基準からすればですね、当然平坦部分のは武力行使と一体のものでありますから憲法違反としか言いようがないわけであります。今申し上げましたように集団的自衛権の行使そして後方支援は
明確に憲法に違反をした立法である。本来憲法というものはかつて悲惨な戦争が繰り返されてきた権力の暴走を止めるために権力者が守るべき規範としてあるのが憲法というものであります。これが立憲主義という考え方なんですが、この立憲主義という考え方がなかなか説明することが難しいわけですけれども、しかし憲法第99条に憲法の遵守義務を内閣、天皇、摂政、そして国会議員、公務員、こういった皆さんに憲法の遵守義務を課しているわけであります。ですから本来憲法を守らなければならない内閣が憲法違反の法律を出してきている。本来憲法を守らなければならない内閣が憲法違反の法律を出してきているところに極めて重大な問題があるわけであります。まさに政権の暴走だと言わざるを得ません。でこの政権の暴走を止める力、国会の中を見ると衆議院では3分の2が与党を占めている。参議院でも過半数を与党が占めている状況です。採決しようと思えば今日にでも強行採決することができてしまうのが今の国会の状況です。だとすれば憲法違反の法律を止めるこの力はどこにあるのかといえば、これは最終的に権力の暴走を止めることができるのは国民しかありません。手立ては声を上げ行動すること以外にはありません。権力の暴走を国会で今止めることができないならば国民が止めるしかないんです。今世の中は景気が良くなっているというふうに言われてますけれども、現実には非正規労働者の数が減らない、景気が良くなっているというふうに言いますけれども、実際には人の動き、金の動き、ちっとも良くなっていない。働いている皆さんは本当に日常一生懸命働いていて、安保法案どころじゃないよ、こういう声も聞かれます。しかし憲法違反の法律が作られるということの意味、重大さということについてもう一度ぜひ考えていただきたいというふうに思うわけであります。いわゆる憲法が守ってきた基本的人権の尊重、あるいは民主主義、そして戦争放棄、この大事な大事な3つの柱によってこの日本の戦後の政治、あるいは暮らしといってもいいんですが、私たちの今ある日常というものがこの憲法によって形作られてきているわけであります。憲法は守っているとはなかなか言い切れない、本当に大変な状況があるわけですけれども、それでも憲法によって今ある日常が形作られているということは間違いのない事実であります。でこれが憲法違反の法律を政権が、内閣が出してくるということは、まさにあべこべの政治、権力の暴走、こう言って差し支えないというふうに思います。クーデターだという人もいます。このことを許してしまえば、まさに今ある日常、今ある暮らしが根底から覆されていく、そういうやり方が今行われているんだということだと私は思うわけであります。その意味でぜひ日常、本当に忙しい中で働いている皆さんにもう一度憲法ということについて本当に考えてほしい。今憲法違反の法律が作られるということの意味を考えてほしいというふうに思います。